り読んできます。慣れてないな。こっちこっち。マッシュルールさん、はい、矢作さん、さくらさん、こんばんは。まま誰かが突っ込むと思っていました。放送内で触れると思っていました。うん、矢作さん、いや、ここはギーハ派と呼ばせてもらいます。なに、ギーハ屋さん。全然違う、ギーハ屋さんじゃギーヤ派。さくらさん、行くぞ。そこまで行ってなくないですか。まだフライヤーが読んでね、次読んで。ギーヤ派さん、ツッコミ待ちだったのか知りませんけども、うん、ギーヤ派さん、番組ブログ一言コメントにて、うん、ここ半クールくらいずーっと羽ばたき学園。どんだけ羽ばたいてんすか。矢作さん飛ぶわー。だよいえ、なに、番組ブログって何、そもそも。違う、あれは、あの、ハギピーだから。あ、ハギピー。そうそう、マジピーみたいなもんね。あ、ハギピー。ハギピーみたいな。なんか何でも思ったこと書いていいって言ったから。だって、私納得いかないところがあって、うん、私がだって風邪で休んだ時とか、うん、あの、で、私が戻ってきた回のとか、PS、さくらさんが帰ってきました、みたいな。そこ PS? みたいな。どっちかというと PS、嵐さんがどうたらって書けばいいじゃないですか。なんで私が追伸なんですかね。ちょっと言ってる意味がよくわからないですけど。そうですか。じゃあ、あの、これね、皆さんしょうがないので、あの、うん、温かく見守ってください。ハギピンなんで。あの、ラジオクロスのブログです。本当は。あの、さくらさん。はい。ここまで言ってもらってなんなんですけど、はい、ラジオクロスじゃなくて、レディオクロス。レディオクロスでしたね。ですね。あの、ね、いい加減にしろって話なんですけれどね。